はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はフィットとノート。前回の04ではフィットはちょっとだけね一歩及ばずだったんだけど、はい、はい、ここ富士スピードウェイ、はい、ここ今日はいい天気ですね。いいですね。これストレート長いの、すっごくね、ほれほれ、もう向こう、あの向こうから、はい、こっちずっと向こうまで、はい、これこの長い直線ね、はい、最終コーナーを、まあ、60キロぐらいで立ち上がって、はい、3、2、1、ドーンで1コーナーのところまで、どっちが早いでしょうかというねえ。一応ブレーキングポイントも2人でちゃんと決めて設定してやってるんで、はい、まず1回目はちょっとね安全を見て、はい、200m、 200m で行ければ 150m まで、はい、まあその風がめっちゃ強い、はい、強いんですけども、はい、さあ楽しみですね。次カートカートだ、本気のカートだ。あれ速いんだよ、ストレートで200何十キロ出るから、ね、やば、もう諦めるしかないですね、はい、さあどっちが速いと思う。でも私この間勝ったからさ、また勝っちゃうんじゃない。はい、まず、はい、ノート e パワーあやちゃん選手、はい、はい、続きましてフィットハイブリッドイチロー選手自分で言うんだってことね。はい、はい、ちょっとどっちが速いかやりますよ。はい、まあ最近ちょっとうちでは対決動画がハマってますね。連発で出てますけどね。はい、やっぱりちょっと短い区間だけじゃなくって、うん、長い距離だとどうなんだろうなっていうのはちょっと気になったから。まあね、短いところと長いところでやっぱりちょっとね違いますからね。絶対違うと思うんで、はい、きっと。まあでも僕はホンダ好きだけど、うん、ここはやっぱり正確にね、そうですね、お伝えできればなと思って。うん、うん、ひいきなしで、ひいきなしでだってどっちもいい車じゃんね。いや、とってもいい車だと思います、うん、はい、あやちゃん、はい、で今日のこの対決のためになんとあやちゃん、はい、ライセンス取りました。カートもおめでとうだ。これカートの音なの。そう、よくない。フォーサイクルのカートノートだよね、これ。そうなんだ。うん、やばいよね。やばい。はい。そうってことでね、はい、あやちゃんも晴れてライセンス取得者になったんで走れます。さあ、あやちゃんの今の心境は。心境、うん、は、まあ別にほら タイムアタックするわけじゃないから全然そんなに緊張はしてないけど、まあスタートの息の合わせるのとスタートの合わせと最後のちゃんとブレーキングをしっかり踏めるかどうかが、まあちょっと心配かどうかは分かんないけど、ぶっちゃけ楽しみ、結構楽しみだよ、うん、走れるから。まあそうだよね、うん、まあ富士スピードウェイ全開走るのも初めてだし、楽しみ、楽しみだね。はい、フィット君、まあ僕はフィットを応援してるんだけど、まあノートもこれ見とるとなんか愛くるしく感じるな。まあ、僕は基本的に車好きなんだな。そう、社長ってなんか乗ると何でもあこれ欲しくなっちゃうなみたいな言うじゃないですか。よし、じゃあ準備しましょう。はい、さあ、あやちゃん、はい、頑張ろう。頑張りますよ。はい、あ、OK、おっしゃっていい？あ、いいよ。オッケー、はい、オン。オッケー。じゃあ、今の心境は？絶対勝ちますよ、また。おお。よし、坂の後についていけばいいんでしょ？そう。よし、行くよ。
よーし、あやちゃん。はーい。いよいよですよ。いよいよですね。あやちゃん、初走行ですね。いやー、ちょっとドキドキしますね。本当？よし、行くよ。うわ、まあまあおるな。いや、結構いますね。最初はさ、辛かったよね、フィット。そうですね。って言ったって、そんな大きな大差はないんだよ。そうですね。本当にちょっとだもんね。あ、後ろから車来た。左寄ってあげて。はい。しか
しこれ100キロ以上出しとってももうギアのマークが全然つかないからね。あ、そうなんだ。あやちゃんそれどうだった、なんかどっかでリミッター効く感じ。いやもう155で160行く前でもリミッターそこまではグーンって伸びるんだけど、もうそれ以上伸びていかなくって止まっちゃう感じ。伸びないんだね。伸びない。フィットは伸びるね後半が。いやめっちゃ伸びてきてびっくりして怖かったよ。負けた、悔しい。メーター読みで175キロまで出たからね。あ、そうだ、やっぱその差は大きいですね。いやだいぶ大きいよね。及ばずフィットの勝ち。ノートの人ごめんなさい。いやーあの別に ね、そういうわけじゃないんだけど。はい、フィットとノートのね、うん、電池がもうどっちもないよ。もう2メモリでどっちもね。うん、でもう電池がないって言ってるところから一周するのにまあどんな差があるか。はい。まあバッテリーが、まあ、ほぼほぼちょっと、まあ、なくなってるような状態の時の特性、まあ、これはやっぱり多分そのノートが 1.2 リッターのエンジンに対して、うん、フィットは 1.5 リッターだから、うん、そこの差は多分出てると思う。まず最高速 146.94。 このマークこの赤いのがどっち、赤いのがノート、赤いのがノート146.94。 はい、まあほぼ147キロだからリミッター当たってるんかな。なるほどね。これじゃあ実際でどこでリミッター当たってるかって見とると、うん、あと147、あここだね、うん、ここでこう見て、ここほぼ横ばいになってるでしょ、うんうん、フィットはまだぐんぐん伸びとるのこれ、うん、これ青いのがフィットだからね。青がフィットですね、うん、ぐんぐん伸びとるのに対してノートはここでリミッター当たって横ばいになって、もうこれ以上無理みたいな。そうですね。だからこれがノートのそのモーターの回転の限界、うん、でフィットはまだこれでもエンジンと思いきや、そのエンジンは回ってるんだけど、うん、その能力を使ってモーターを回してるんだよね。なるほどね。ここがすごいと。なるほどね。要するに 1.5 リッターのエンジンはパワフルなんだけど、もちろん、うん、そのパワフルなエンジンを使って充電、まあ、あのこうモーターに電力を送って、うん、でさらにその電力を送られたモーターが高い回転でも耐えられるってことなんだよね、うん、これここの差がここに出とるんだね。これこの差ですね。この差ね、うん、で、これそのままこう、まあ、ブレーキングします、うん、でコーナリングのこの1コーナー入って立ち上がりがここはちょっと若干ノートの方が分があったんだけども、うん、後半で逆転したんだよね。なフィットがね、うん、でここなんかもそうだ、ここのコーナーからぐんと立ち上がるところも、うん、これもまあヘアピンからの立ち上がりだけど、ここはもうあのフィットもノートに負けてなくって、うん、この途中でノートはうーっつって言っとるな。これちょっと疲れてきちゃった、ちょっと疲れてきちゃった、フィットはまだまだ伸びるっていうような感じだよね。はい。これ最終コーナー立ち上がったところ、まあ、この途中はこれよくもうほぼほぼ同じじゃんね。これそうですね、物の見事に線が重なってるもんで、うん、全く同じ走りをしとるっていう形になっとるんだけど、最終コーナー立ち上がってからも
途中まではフィットとこれも全くこれ重なってるよ。でここからぐーっと離れるね。おー、めっちゃ離れてってる。これ離れる、この離れるこのところが、うん、フィットの本当の強さが出とるな。なるほどね、そうなんだ。そう、これはだからあのある意味まあ脳とか、まあ、あのさ前回の0100の時はバッテリーの容量がやっぱりたまる、うん、であの結構ノートはアクセルオフにしてもグーってこうまあ、エンブレみたいなの効くでしょ、うんうん、すごい回生ブレーキでどんどん充電溜まってくる。でフィットはそのエンジンを使って積極的にこう充電するっていうよりも、うん、燃費を重視に考えてるから、うん、そこを上手にこのもうバッテリーに充電せないかんっていう時はするけど、うん、そうじゃないこのそれだと燃費が落ちるっていう時はあえて充電しないとかっていう風に制御になってるから、うんそこの差で例えばあのバッテリーの残、まあ、残量が少ない状態だと用意ドンってするとだいぶノートに負けちゃう、まあ、だいぶ言うてもでも こんなぐらいだったでしょ、うんね、いい感じ。そう、まあ、そういうところの差が出てる。特にあの S モードした時、うんうんうん、あれはもう完全にほらもう充電ガーンってもうすごい充電されて、うんまあ、バッテリーの容量が多い、うんでまあまあ、フィットはちょっとバッテリー容量が少ない状態でドーンってしたからあれだけの差が出たと、うん、ただそのバッテリーの残量が一緒のイコールだとフィットはもう全然負けないよということで、うん、これはあの例えばあのホンダのフィットってヨーロッパにも車販売してるから、はい、アウトバーンとかね、うん、ああいうところ持っていくっていうところも考えて作るとさ、うん、こっちの方が有利になるよね。やっぱりね、そういうのがこう見て取れるような結果になりました。はい。いやーちょっとこれはまあ僕はねごめんなさい、ホンダ好きなんだけど、うん、抵抗すんないでください。ホンダ好きでもあの2歳嫌いじゃないんだよ、うん。ノートはノートですごくこうほらアクセル踏んだ時に反応もいいし、うん、あの実際これコーナー曲がっとっても、うん、結構意外とノートもねコーナー早く曲がれたっていうか。すごく楽しかったのね、うん、フィットはまあやっぱりもうその昔から結構スポーティーな仕上がりになってるからもうやっぱコーナリング楽しいんだけど、うん、ただフィットはその乗り心地重視、やっぱりあの快適さっていうことでサスペンションが結構こうちゃんと動いてくれるっていう。なるほどね。でもふわふわはしてないの、うん、なんかこうコーナリングが柔らかいんだけどその終わった時にふんわんふんわんふんわんとかじゃなくてちゃんとねピッて止まるんだわ。なるほど。だからこれはすごくねそういう、うん、もう本当にそういうセッティングで味付けしてるんだと思います。なるほど。まあどの道ほらフィットもノートもサーキットで走って何秒タイムが速いぞみたいな車じゃないからね。うん、ちょっとね違うよね、うん、ただまあやっぱりこうそういう勝負したらどっちがこう速いんだろうかとか、うん、まあそういう気になるところね、多分これまあ誰もやってないテストだったかもしれないそうですね、ね、貴重なデータです。貴重なデータだったかもしれません。はい、はい、電池は2個、まだ2個のまんま。おお、結構ブレーキは効くな。ブレーキは効く？いや、すごい効く。あの、怖いぐらい。ああ、そうなんだ。スピードもあんまり落ちてないですね。うん、すごい。いやこれでも前に詰まっちゃうな、これ。うん、また詰まる？ああ。まあちょっと走行車両今回多いですもんね。タイムに影響しちゃうな、これ。
調子に、もう行ってくれ行ってくれ。よしよし、ストレートで離れてくれたおかげでここでつまらんぞ。おお、ブレーキめっちゃ効く、これはいいな。この週いいぞ。本当ですか？バッテリーは？バッテリーは2個。おお、2個から変わんないね。何分だ？4時10分やな。はい。次でもうこれで帰らないと。これ最終ですね。これで、うん、帰る。いかがだったでしょうか。フィットとノート、うん、今回はフィットの勝ち。いや、長い直線だとフィットが勝ったと。そう、まあ、それをちょっとやりたかったら西浦じゃできんかったね。ちょっとね短い、うん、まあほら04風だったしね、あれもまあそうだね、 400m なかったから、ね、ちょっと若干足りなかったからね、うん、まあもちろんね、日本の道路であんなバトルなんかもしやっちゃったら、うん、もう捕まっちゃうけど、ダメです。とりあえずそのフィットのポテンシャルっていうのはこういうポテンシャルを持っとるんだよっていうのが分かるだけでもね、うん、まあいいのかなと思います、うん、でもね、日産は日産でやっぱりいいところある、うん、もうやっぱもうこれもアクセル踏んだ時の反応の良さ、まあ僕らみたいな車好きだったらこっちの方が好きだよ。なるほどね、うん、楽しいと、うん、まあ、こっちはどっちかというと大衆向け、うん、もうみんなのこと考えたらこういう味付けになる。まあ、だから逆に味付けを変えればこっち寄りの味付けもできるからね、うんうん、まあ本田さんはそっちも得意ですもんね。まあそうそうそう、でただまあ僕ら、まあ、要望はね、はい、これのスポーティーな仕様が欲しいね、やっぱり。なるほど、うん、まあニスモで、ニスモのいいパワーがあるから、うん、まあ、そんな感じの RS でも、RS でもタイプ R でもなんか欲しいよねというふうには思いました。なるほどね、はい、ということで、はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、次はね、こっち双子これハイブリッド、こっちはガソリン車、はい、リュクスです。さあどっちが速いかな、フォーム対リュクス、どっちが速いでしょう。ねえ、社長はどっちだと思う。いや、これこっちでしょ。あ、そうなんだ。そう、モーターがある、2つもくっついてで、しかもエンジン代だって 1500cc、 うんうん、こっちは 1300cc。 あー、規模が違う。もしこれが勝ったら、うん、いやすごいよね、それはそれで。すごいよ、パワフル。ガソリン車売れるんじゃない、もしこれ勝ったら。すごいぞみたいになるで、私はこっちになる。そうか、これで、あ、これこっち負けたらアクセル緩めとるの。いや、そんなことしないよ、僕は八百長しません、本気で頑張ります。乗るのはこっち、うん、1.3 が勝つということで、はい、引き続き対決をお楽しみください。スピード出して、はい、いくよ、3、2、1